なんと本家と表裏、さあどっちがより怒るのか。朝めちゃ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。さあお待ちどうさまでした。めちゃ八時またぎ。さあ。あっという間に八時またぎの時間になってしまいました。ああそうですか。もう岡もんただもん。そうね。答えで岡もんたさんやから。いきますよ。気をつけて。こちら。気をつけて。あ気をつけて。はい。飛んだぞ。どっか行った。おおついたついたついた。めちゃめちゃ危ないやん。巻き込まれたやん。大丈夫ですか。びっくりしたよ。めちゃめちゃ危なかった。おはようございます。どこで言いましたけど、ね、一回やってましたよ、ハッパ触ってんの。いやひどい話だね。行ってもいいですか。行くんでしょ、行くでしょ。やめれるんやったら。やめてやめてあげてください。わかりました、行きましょう。なんで聞くんやろ。ね、見てください。なんだこれ。ね、鈴木紗理奈、うん。はい。今年で30、大人の女の歴史。うん、ね、見出しそうですね、今年30です、30ですよ、はい、ね、確実におっさんおばはんバラエティになってきてますよ。サリナで30か、マジか。ね、見てください、17歳、はい、カラオケで大騒ぎ、うん、ね、若いから ね、 ね、当時ね、17歳の時ですよ、うん、ね、23歳、うん、ね、クラブでバカ騒ぎしてたの、してたの、そんなこと。その時ですよ、若いからね。そして29歳、うん、騒音で訴訟騒ぎ。ほらほらほら、ね、騒ぎすぎや、ね、これだけお前の時期や。騒ぎすぎやね、これだけマジや、ね、それダメです、ね、こんな女がですよ、街中をカッパした。びっくりした。あ、言ってた。あれはね、みんな弾いてたスタジオでも。歌をね、歌ってたの。何歌ってたの。なんかわかんない。ドアだけの映像だったけど、なんかなんか、うわ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 ってた。そうやね。え、言っときますよ。はい。そんなに歌うまくない。言われましたよ、いや違う、うまいとかじゃなくて、うちね、歌歌うんが好っきゃねん。うち歌好っきゃねん。もうお願いしますよ。あれはほんままずいな。めちゃイケメンバーだという自覚持ってくださいよ。すいません。ね、岡もんだ、これ以上ね、メンバー減らしたくない。もうすぐに引っ越しました、大丈夫です。お願いしますよ。怒って。野放しですよ、こんなの。徹底的にご一緒。これ、ね、徹底的にやりますよ。やばい。怒ってください。え、これ徹底的にやりますよ。世代ごと叩かれた、うん、昔の話ですからね、今はもう。気をつけてください。お願いします。ね。お願いしますといえばこちら。つなぎね。すげえね。なんかね、つながってのお願いしますと。お前お願いされるぞ。何お願いされるの。タイトルがすげえ嫌やねんな。何それ。パリの深夜の、来週妻がほにゃららします。何すんの。今なんかドラマでやってるからね。ドラマってあの二文字しかないよね。やばいよ。これね、奥さん。ね、綺麗な奥さんですよ。ありがとうございます。ね、月曜日、はい。月曜日はショッピング。いいじゃないですか。ね、うん、いいじゃないですか。水曜日はエステ。いいじゃないですか。金曜日はゴルフ。あら。うんゴルフ、うん、さあ次行きましょう、それはそれで嫌やな、しょうもないですよ、しょうもないしょうもないしょうもない、こんなもんね、たまたまその週に偏ったんでしょう、旦那がゲームしてコツコツ稼いだ金を嫁が全部使ってるんですよ、別にそういうコツコツはええやんけ、そのまま東の真似して、え、知事の真似して作業服着て、いや俺もゲームしてんの、3年前から着てたよ、真似してる、作業服はだいぶ前よ、真似してんの東さん、え、この野郎本当に好きかこいつ。はい、好きですね、好きか、好きですね、
これですよ。見てください、この死にぼくろ。ぼくろはそんな寄らんでいいじゃないですか。なんで結婚できたの。びっくりするよね。装飾動物園。さあ、お待ちかね。ちょっと、まただよ。来ましたよ、お待ちかね。連続でしょ。ね、また不連続。不連続シリーズ。三カメさんね。ね、三カメさん。不連続シリーズですよ。不じゃないでしょ、もう三カメさん。行きますよ。三カメさん。頑張ってください。行きますよ。ほっとけない。ああ下手くそか。なんでこれグリって行き過ぎだろ。なんでそれ調整できないのか。ちょっと行っちゃったんだね。お前専門学校出てんだろ。それがプロでしょ。なんでグリってやっちゃうの。行っちゃったんだよ。いいとこで止めろよ。あんま慣れないよ。そうやろ。なんだ TBS バチって決めてるだろ。後でみんな残っててくれ。さあ、加藤家にこんなものいらない。またかよ、もう加藤さんだけ家ですよ。ねえ、ほんと家なんだよ、俺だけ。加藤浩二じゃなくて家族前提になって。加藤浩二が妻香織に、何言ってんのよ。スッキリに出かける時に一言。何だよ。何、やっぱハイヤーは乗り心地がいいな。ハイヤーで行ってんだ。ハイヤーで行ってんだ。なんだよ、もんな。こんな良くないですよ。こんな良くないですよ。あれ、お待たせしました、加藤様。加藤様やって。びっくりしちゃうね。これはすごいわ。でもほら待ってるから乗りなさいよ、いつもみたいに。乗りなさい。いつもありがとうございます。いつも通り。乗りなさい。今日いつも通り。マジで。ありがとうございます。朝こんな感じや。これ見てよ。これここ。頭打たないように。頭打たないように。めっちゃ気使われる。めっちゃ温室やん。見て頭。うわ。優しく締めた。どうですか。うわ。乗りましたよ。乗った。加藤浩二がたった今、ハイヤーに乗りましたよ。こういう感じですよ。加藤さん。これが現実なんだよ。セレブ気取ってさ。セレブ気取り。お前。セレブかぶれ。いいですか。ね、ミノさんとか、ね、小倉さんとか、ね、そういう方が乗るならいいですよ。わかります。なんで加藤浩二がハイヤー乗ってんの。おかしいですね。え？バイクバイク。お前は。そのレベルにいない。違う、用意してきたまたまハイヤーに乗れるほどナイスなコメントしてない。なんでハイヤーなんか乗ってるの。ちょっと降りていいか。ちょっとやめちゃいけど、今日検査は逆に事故ったりしたら大変だからってことで用意していただいてるんですよ。それは事故ったらその時はその時だよっていう精神でしたよ。今本当に事故ったらどうします。大変なことになりますよね。ニュースになるじゃないですか。ニュースになりますよね。青川がコンビでこれだってどうすんだ。落ち着いてください。落ち着いてください。イライラすんじゃないよ。コンビで何のこと言ってどうすんだお前。今俺たちしっかりやらないとお前。今しっかり俺やらないとお前。東京都練馬区ごく普通の住宅地にあるごく普通の家族の夕食風景。ただ一つ違うのは、一家の父は自分の力で強く生きていこうと嫌な過去と倍ならした爆裂お父さんだったのです。懐かしいな。懐かしい。さあさあご飯ですよ。しゃあないな。しゃあないな。しゃあない。しゃあない。お父さん、すき焼きの用意できましたよ。やったー。来た来た。いつごの望み光こだま、この3人が生まれてから初めてのひな祭りですよ皆さん。そうですね。そうそう。お父さん、お父さん、この娘たちにちょっと近くでひな人形見せてやって。すごい。
このな。よし、のぞみ、ひな人形だよ。またそのパターン？子玉師匠。子玉師匠や。妹に対してお前師匠ってどういうことだもん。そうだね、おかしいよ。いや、このあの子玉師匠やね。まあ子玉師匠だよ。はい、子玉ひな人形だよ。ポン。そんなやつおりひんやろ。おらへんな。おらへんな。確かにうまいよね。うまいこと言うね。それよりそれよりお父さん、あのね、意地張るからメールが届いたの。あ、ヨーロッパから。ヨーロッパから。そうよ。ほら、あ、そうか。ちょっと読むわよ。どうよ。ね、お父さん、お母さん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、元気にしていますか？元気してます。僕は5年間のサッカー留学を終え、うん、実はヨーロッパから日本に戻ってきました。日本に？なんで？これ帰ってきてたのね。帰ってきてたの。お家帰ってくれよ。そうだね、帰ってきたよ。どうした、どうした、どうした。ただ、今は今後の人生を考えるために尊敬できる人のもとで日々勉強しています。尊敬できる人？写真見せてよ。あら、ちょっとちょっとお父さん見てちょうだい。あらららら、ちょっとちょっとこれどこ？え？おお、いる、これ真ん中にいるの？いるいるいる。あらー、こんなとこいた。東国原知事のね、そこにぴったりついてますよね。ついてますね。すごいな。今側近なんだね。ジジサイドよね。何？スーツ似合うようになったね。伸びたわね。うん。俺は出世だ。すごいね。そっちの道かいじゃん、意地張るわ。なるよね。ね。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。何した？すごいこと気がついちゃった。何しました？東国原知事ってことは、ここは宮崎じゃないかしら。宮崎だよね。宮崎東国原知事は宮崎だよ。宮崎。ややこしいとこ行きましたね。どうする？どうします？どうしましょうね、お父さん。お父さん、やっぱ意地ある連れ戻した方がいいよ。迎えに行こうよ。行った方がいいんじゃないかな。迎えに行こう。いや、これほっとこう。ほっとこう。これほっとこう。ほっとく？ほっとく？ほっとこ？いやこれ、俺誰かをぶん殴るかもしれないからさ。俺行っちゃうと誰かをぶん殴るかもしれないから。そっちよりさ、そっちよりよ、こっちはこっちで東京でさ、みんな力貸してくださいよ。頑張りましょうよ。行こうよ、宮崎。行こうよ、宮崎。ほっとこう。ほっとこう。ほっときますか。はい、一致団結して、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。それでは、いただきます。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りします。よし、そんなだったっけ。肉だけ食えよ。肉だけ、はい、肉だけ食えよ。もう食べたいよ。そうだよ、もう野菜ほんと少ね。野菜抜けで何だぜ、兄さんちゃん。じゃあ、肉食べるよ。お客さんかしら。はい、肉食べますよ。お誰が来たの？来たよ。あらまあ、いらっしゃいませ。お父さん、すごいお客様よ。どうせの松島さん。お寺の松島です。というよりも、本日のお客様はロックバンドキラーズのボーカリスト、ナホミ・キラー。そもそもこのキラーズはテレビ大阪のトークバラエティー、キラキラアフロが彼女の願いを叶えてバンド結成。が、決してお遊びとは言えない高い音楽性を持ちにもかかわらず、なんとこのセカンドシングルでもう解散するという伝説必至の一曲なのです。あった大阪城ホールのデビューライブは、なんと30分で1万枚のチケットが完売。ありがとう。すげえ。愛されてるね、地元にね。地元に。それ以外お好きだね。
すごい珍しいね。お父さんがまずね、うん、女を褒めるってことはほとんどないのよ。そう、すごいじゃん。しかも女芸人を褒めるなんてありえないよ。ありえない、そうなんだ、珍しい、素敵、はい、うん、さすがうちの相方が実は昔に、うんうん、あの唯一、うん、直美ちゃん、うん、あんたああいう旦那がええでって言った人が、うん、加藤さんやの。おお、加藤さん恥ずかしいね。変な誤解されない。うちのお母さん、じゃあうちの相方が、うん、急にマジトーンで言い出したの、あんたああいうのやでって言い出したの。あららら、あの私が何が合うかはさっぱり分からへんけれども、うん、加藤時也さん、誰、おた加藤時也さん、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 違う加藤さんですか、それ、あのこっちが加藤さんですか、加藤さん、お父さんですよ、本名は加藤浩二だけどね、加藤浩二です、そうなんです、何これ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 、こんなの本名言ってこんな跳ねられたの初めてだよ。そうや、誰加藤時也さんだよ。分かんない、分かんない、おるんやろね、おるんやろな、そうね、いただきますか、いただきましょう、いただきます、いただきます、いえ、お肉だけ食えよ。はい。これない。いい。どうも、ちょっと。ああ、おいしい。おいしいでしょ。おいしい、最高ですね、すき焼き。うちのすき焼き本当うまいな。うん。ちょっと甘めに作ってね。松島さんはさ、あのイメージだとこうなんつの、そら炊けないわーって感じなんですけど、うん、実はね、キリン好きなんです。あら。そうなの。おじはもうちゃんと毎日、うん、水回りは毎日7年ぐらいしてますね。ほう、毎日、毎日、え、週1とかじゃなくて毎日、ほう、見えないね、そう、だから水回りはいつもめちゃくちゃ綺麗、いや、女っぽいとこあんだね、いや、そうだね、こう見えて実は縦的なんだね、そうだね、いい奥さん、あんまり自分では言え思えへんかったけど、人からはそういうとこあるねって、あー、やっぱり、いいじゃん、じゃあ、じゃあ、じゃあ、あれは、あの得意料理は何ですか、料理作らへん、でも、すっごい掃除はすんの、うん、掃除はすんの、すっごい掃除はする、トイレも毎日こう、水回り毎日だよ、そうそうそう、で、ベッドメイキングも結構まめにして、あ、違う違う、あの、お料理の話、得意料理は何ですか、ありません、料理はするでしょ、あの、お湯注ぐラーメンあるやん、あれは作ったことあんねん、でも、袋の方のラーメン作られへんねん、あの袋開けて、うん、鍋出してこないかんやつ、うん、あれ知らんわ、インスタント、じゃあ、あしょけー、でか気に入られてるね、一つ一つ、加藤家家君、加藤家家君、料理をカップラーメンしか作ったことのないやつは、料理をカップラーメンしか作ったことないやつは、おへそにジャムを塗ったのかい。おへそにジャムを塗ったのかい。ブルーベリーのジャム塗ったのかい。ブルーベリーのジャム塗ったのかい。この野郎、なんでマイク？危ない危ない。CD さん、あのシメジ流れた。CD さんなるぞ。出ろ！じゃあね。結構回ったよ。お父さんに。お父さんに。お父さん、ありがとうございます。ええ。ちょっと化粧大丈夫です。せーの。ちょっとお父さんに時間あげてよ。お父さんに時間あげるよ。もっとかけてって。いや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 。楽しいね。楽しいね。ちょっといただきますよ。
そんな方がいいよ。ちょっとちょっとこれたっぷりあるから。お父さんすっげえ濡れてるけど大丈夫？え？お父さんえらい濡れてるけど。お父さんこの収録にこの3倍は濡れるよ。まだ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 ドライだから。これ一回もっとウェットになるから。一回アップしたみたいなね。それじゃあ改めていただきます。いただきます。よっしゃ。どうだいです。お肉お肉だ。なんでしゃぶったの？お父さん体がね、あの正直に言ってるわけ。今いらないと。今食べちゃダメだ。今食べちゃこの後ダメだ。肉じゃねえと今。体が教えてくれてる。今肉じゃない。今肉じゃない。水分しか今は。ね。大丈夫かしら、おしゃべりしちゃっても。大丈夫ですか？松島さん今人気も人気があるから、あの忙しいからね、お休みないでしょ。あのこれがインフルエンザになったんで、その時はちょっと4日間ぐらいお休みを。まあまあまあ、それはしょうがないもんね。忙しいよね。体壊さないと休めないんだね。そう。松島さん大人気で、なんとレギュラー11だった。すごいな。ごめんなさい。ほんまにごめんなさい。なんで俺に言うんだよ。まあそれだけに謝ったな。言うだよ。ほんまにごめんなさい。CM7 本。ごめんなさい。松竹芸能、うちの事務所って毎月15日がお給料日なんです、うん、ああそうなんだよね。そう、うん、そうなんだ。15日ね、お給料日で、やっぱお給料日楽しみでしょ、その時にそんだけやっぱりこう1ヶ月頑張ったわけですよ、どんどん休むこともなく一生懸命働いたから、ちゃんと自分にご褒美を開けてるんです。お給料日、そう、もうそれをせえかたらもうほら次来月頑張れないでしょ。そうよね。いいことだね。そんな贅沢もんじゃないけど自分にとってはすごくこうあの楽しみにしていること。いい話だね、まあ、それ自分に何をプレゼントしてるんですか。館長です。便秘症やのね。だから、はい、あの普段はやりすぎたらあかんってお母さんに注意されて、ね、であの月に1回ぐらいにしなさいって言うから、だからダブルで楽しみをね、給料日と館長日一緒にしようと思って。給料日と館長日一緒にしようか。そう、ちょっと土曜8時だぞこれ。土曜8時に館長って来るの。じゃあ初見。加藤家家訓。加藤家家訓。給料日に館長をやっちゃうやつは、給料日に館長をやっちゃうやつは、滝に打たれたエロ専務。滝に打たれたエロ専務。俺からエロ取れ。全然エロいこと取れない。エロいことばっかり考えてしまう。エロ専務。エロ専務頭からエロ離れない。離れないエロ専務。専務以上出世できない。エロじゃん。せーの、よいしょ。よっしゃ。
何よ当たり合いで当たり合い気をつけろよなんで俺当たり合うんだ自分で守って当たり合うんだありがとうございますお父さんありがとうねえかかってるね曲もねじゃあすごいしっかり本当これすごい売れるから CD そこで CD かかること本当売れるからすごい、うん、すごい売れるでもまああの前回のリンカさんはちょっとね、うん、弾くほど売れなかったけどすごかったらしいよこれでこぼれてる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 ガブガブじゃん大丈夫お父さんは大丈夫、うん、お父さんはいくらでもやる、ね、お父さんはサブが OK 出るまでやるお父さんはとことんやる。猫そぎやってやる。猫そぎやってやる。猫そぎやってやろう。いいね。いいの。いいよ。いいよ。いいね。いいね。いいよ。いいよ。いいね。いいね。いいよ。いいよ。いいね。いいね。いいよ。いいよ。いいのよ。いいのよ。お父さん、お肉食べてください。お肉食べて。キュウリは。お肉だけ食え、肉だけ食えとか。もうキュウリだけ。キュウリだけ。キュウリから水分もらう。キュウリから水分もらう。若干の水分をキュウリから持ってくる。すごいね。大丈夫かしら。大丈夫だよ。鈴虫やね、鈴虫。松島さん、霊感もあるらしいですよね。本当？本当なんですか？あるんだ。そう、霊感ある。ある。小学校ぐらいからね。小学校ぐらいから。そうか。よく言っちゃいますよね、そういうことね。お父さんあんまり信用しないのよ。霊感とか。お化け見えるってやつ。なんで？あのね、お化け見えるやつにね、クラスの中心人物いないんだよ、大体。だからね、それそういう兼ね合いがあるのかなと思うんだよね。本当に見られたもん。ほんまの話。え？いつ頃？中学1年生。中学1年生。じゃあ話してくれ？あのさ、うっとこマンモス団地って結構大きい団地にこの日から入っていいですよって言われた解禁みたいでしょ？はいはいはい。明け渡し。一斉に入る時。入る時。ほんだら、あの。夜私初めて子供部屋っていうものを引っ越ししてからもらったの、うん、で確かに一人で初めて寝るから心細いっていうのもあるけど、うんうん、この家やっぱちょっとおかしいな特に自分の部屋感じて、うん、感じてて、うん、で多分ちょっとはうとうとしたと思うのね、うん、でたまたま時計もあったから見てんねんけど、うん、2時前ぐらいの話パッて見たら2時前ほ、うん、うん、だらカーキ色の服を着たフードをここについてる人がこのフードを取ったまんまの状態で、うん、お父さんから見たらこれぐらいの角度で、うん、ずっとこうやって見てんの、うん、そうで遅い人でさ、うん、ここちょっと首から下のここだけただれてんのうわそれは服的に中止でも分かりやこう普通の戦時中の人やねんあなるほど、うん、いうのは子供ながらにも分かって、でももう知り合いやったら何か言いに来てるかもしれへんからと思って、うん、よーく見たら、うん、その人すっごい似てたのえ何に高田純次さん高田純次めっちゃええわめっちゃ似てんねんおいこらーこらおいこらーめっちゃ怖かったのに何してんの何最後にえ、何俺でもほんまの話はこうでもなんで最後にしつこい高田よめっちゃおもろい話になってるやんめっちゃおもろい話やんめっちゃおもろいやんめっちゃおもろい話やん関西弁ほとんど普段ね怒った時マックスの怒った時よこれ関西弁でうそやん怪談話しちゃうやんめっちゃおもろい話やんおもろい話はなんやねんなんでほんまの話やのお母さんお父さんおーしましょうか今のは実はやで一つ一つ加藤家家訓加藤家家訓怪談話をめっちゃおもろい話にするやつは怪談話をめっちゃおもろい話にするやつは私猫を撫でるしか脳のねえ男でごぜえやつあたし猫を撫でるしか脳のねえ男でごぜえやつ夢ならありません夢ならありません一日でも長く生きること
一日でも長く生きること。なぜなら明日1000円拾うかも。今日でもさっきコズモナンバ来てましたよ。あれ？え？コズモナンバ来てました。ナンバさん。社長。ああコズモ。マスクマン、マスクマンになってるよ。今日はマスクマン。もう普通目かぶマスクマン。マスクマン。ナンバさん。お世話になってます。ナンバさん。はい。あ、ナンバさんも回ったらここかけてくれる？いやいや今日はほんまにちょっと勘弁してくださいよ本当に。いやでも完全にもう照明当たるとこまで出てきてしまってますから。回ったらさ。それだけで。これは回んのか？ナンバさん何キロ？91キロ。91キロですよ。よし行くぞー。けやれ。ガーガーッ。お父さん、お父さん頑張れ。いけ。嘘だろ。ほんまに社長？社長や、社長やな。社長なの？そう。社長。よう回ったな。ナンバーするやんの。ナンバーするやん。さあそれでは、お、コズモナンバーの逆襲です。さあ。そして加藤家は再出発を誓った日になぜか身内からとどめを刺されたのでした。大丈夫？なんで、なんで俺が最後やられなきゃいけない。なんで俺。収録後、難波社長が加藤に必死で謝っていた頃、将軍家に伝わる黄金の壺が盗まれた。ついにファンレターも届き始めた壺押しジジイ率いるハゲの軍団の仕業である。将軍は壺を取り戻すべく来たる都知事選の行方を気にしつつ、あのお坊ちゃん忍者を迎える影の軍団、その名も彩り一族を呼んだ。おはようございます。おはようございます。いやー、やっぱり寒い夜は湯たんぽですね。湯たんぽに走りますね。しかも徐々に温度が下がってきますから、やけどの心配もございません。はい、夜寒くて寝れない冷え性の主婦の方、湯たんぽが一番温まりますからね。使わないですからね。よしかげ殿、よしかげ殿。はい。テンション低い。寒い夜はね、電気式毛布。それはね、ずっと温度が一定になりますから、温度が徐々に下がっていかないから。そうだよ。いいですか、気温のグラフを考えてみてください。気温というのはだんだん上げ方にかけてね、こう冷えていくわけですよ。はい。湯たんぽも冷えてきますね。はい。4時5時に何が起こるか、寝冷えです。その時にはもう布団が温まってるから大丈夫でしょうよ。ね、冷え込みはそんなもんじゃないの。今年は暖冬だからまだ助かってるかもしれないけど、そんなことは来年はどうなるか分かんないからね。最低な。今年は暖冬かもしれないよ。電気バカ。バカって。吉川君、今日何時来たか分かってる。ゲームだ、ゲーム。そう、ゲーム。やると。シャッチャとやる、シャッチャと。大丈夫ですか。分かってます。お題が来て。かなり難しいですよ。白い野菜。大根。おお、今のいい。普通に聞かれる分には答えられるんだ。赤い顔。はい。もしもーし。はい。大丈夫ですか。仕掛けたぞ。呼び方が古い。みんなでシュッ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 。
吉影殿は相当ビビってる様子なので、ミラノ殿、気遣いの方は大丈夫でござるな？大丈夫。本当に大丈夫でござるな？大丈夫。本当の本当に大丈夫でござるな？大丈夫。やってないじゃないですか。だって俺はあんまり大丈夫じゃないこれは決まりですよ。だってみんなが気遣う場面やれよ合わせてさ、これ決まりなんだから。吉影殿、大丈夫。早い。言ってないでしょ。大丈夫でござるかって言ってたら早いよ。これややこしいやっちゃねせーの、シュッ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 。赤い景色、シュッシュッ。夕焼け、シュッシュッ。黄色い景色、シュッシュッ。長原畑、シュッシュッ。白い景色、シュッシュッ。ゲレンデ、シュッシュッ。緑の景色、シュッシュッ。草原、シュッシュッ。青い景色、シュッシュッ。空、シュッシュッ。紫の景色、シュッシュッ。ラベンダー畑、うおオレンジの飲み物、シュッシュッ。オレンジジュース、シュッシュッ。黄色い飲み物、シュッシュッ。レモンスター、シュッシュッ。黄色い花、シュッシュッ。パンジー、シュッシュッ。黄色い花、シュッシュッ。パンジー、シュッシュッ。黄色い果物、シュッシュッ。バナナ、シュッシュッ。黄色い飲み物、シュッシュッ。レモンスカース、シュッシュッ。ゴールドのお寺、シュッシュッ。金閣寺、おい、銀色のお寺、シュッシュッ。銀閣寺、シュッシュッ。黄色のお寺、シュッシュッ。金閣寺、シュッシュッ。黄色いヒーロー、シュッシュッ。キレンジャー、シュッシュッ。緑のヒーロー、シュッシュッ。ミドレンジャー、シュッシュッ。青いヒーロー、シュッシュッ。青レンジャー、シュッシュッ。赤いヒーロー、シュッシュッ。赤レンジャー、シュッシュッ。青いロボット、シュッサンダーバード2号言われました？耳元で洗濯物干せるか干せないかとか言ってあれだよ本当に天気気になった、ね、見たかったでしょ。そうしよう、ほんまあれでしょ。青かサンダーバード2号って2号やばらんかったよ。乗り物で大体において青いロボットって何？ドラえもん。はぁ、そう納得したよ、日陰。そうそう、猫型ロボットですからね。すげえ納得した今の。別にあの黄色のお花とかで言わなくてもいいですよ。黄色い花でいいですよ。はい。もしもし。いやいや、知り合いよ。あれ？繋がってますか？腹に空気を溜め込んでたんだよ。腹からね。熱い声を出すために。お願いしますよ。変なタイミングで声かけんなよ。皆の者。大丈夫でござるか？大丈夫。シュッシュッ。ちょっとちゃんとせえや。だから野郎に言われたら、野郎に言われたらもうかなり恥ずかしいことですよ。お願いしますよ。では参るぞ。せーの、シュッ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 。青いロボット、シュッシュッ。ドラえもん、シュッシュッ。黄色いロボット、シュッシュッ。ドラミちゃん、シュッシュッ。シルバーの制服、シュッシュッ。消防士、シュッシュッ。白い制服、シュッシュッ。ナース、シュッシュ。白いデザート、シュッシュ。杏仁豆腐、シュッシュ。白いデザート、シュッシュ。杏仁豆腐、シュッシュ。白い飲み物、シュッシュ。牛乳、シュッシュ。白い動物、シュッシュ。白クマ、シュッシュ。緑の車、シュッシュ。東京無線、シュッシュ。緑の車、シュッシュ。東京無線、シュッシュ。赤い車、シュッシュ。消防車、シュッシュ。白い車、シュッシュ。救急車、シュッシュ。黒いサングラス、シュッシュ。タモリさん、シュッシュ。緑のタヌキ、シュッシュ。早くも2杯目、吉影殿に悲劇が。白い車、シュッシュ。救急車、シュッシュ。黒いサングラス、シュッシュ。タモリさん、シュッシュ。緑のタヌキ、シュッシュ。どん兵衛、シュッシュ。
つら。大丈夫ですか。大丈夫ですか。なんとね。弱いやつの典型ですね。向こう行ってから来た。向こう行ってから。開けてから。なんて言われてたんですか、ももはげに。今年は雪降らないねって知らねえよ。冷静な会話してるんだよ。うちの近くは降ったって。いや降ってほしい、ももはげは。で、何て答えれば正解だったの。緑のたぬき。そばおそばですね。育ちがいい。くだらねえ。くだらないんだよ。だって急には変わるからいけないんじゃないかよ。それがゲームですから。俺のところの変わんないと他の変わればいいじゃないかよ。そのおかしくないか。変えてます、変えてます。じゃあ俺も変えるよ。どうぞ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 。変えてやろうじゃん。変えよう。変えよう変えよう。変えよう変えよう。変えよう変えよう。もう絶対負けないからね。みんないいよ。大丈夫か。大丈夫。せーの。シュッ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 シュ。緑のたぬき。シュッシュッ。そば。シュッシュッ。赤いきつね。シュッシュッ。うどん。シュッシュッ。黄色い漬物。シュッシュッ。たくあん。シュッシュッ。白い漬物。シュッシュッ。千枚漬け。シュッシュッ。緑のお料理。シュッシュッ。グリーンカレー。シュッシュッ。青いロボット。シュッシュッ。ドラえもん。シュッシュッ。青いロボット。シュッシュッ。ドラえもん。シュッシュッ。青いロボット。シュッシュッ。ドラえもん。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。AV が帰ってけへん。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。親父が杖をついてた時。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。セミの死骸を見た時。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。お尻にティッシュがついてるとか。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。髪型決まんなかった日。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。天気予報が外れて文句言われた時。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。トイレに行って前のやつのうんこがあった時。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。ほくろの上にまたほくろができた時。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。お母さんが仕送り増やしてって言ってきた時。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。飲んで帰ったらチェーンしまってた。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。ADがディレクターにボコボコにされてる時。シュッシュッ。ブルーな気持ち。シュッシュッ。寝坊した時。シュッシュッ。ブルーの洋服。シュッシュッ。アウト。止まって。眉毛やられましたね。抜けてません。抜けてない、まあ、いっぱいあるからね。でも遅いですよ、リズムですから。そうですよ、シュッシュのこのリズムでいかないと。なんかむちゃくちゃこんなことで怒られて、なんで俺が吊るし上げを食わなきゃ意味わかんねえよ、本当に。吊るし上げ、吊るし上げなんかしてませんよ。吊るし上げ見ろよ、この体勢だっておかしいじゃないかよ。五体いいのか、そんな寄ってたがって俺のことをいじめて。ごちゃ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 だこの人。出てきちゃった。しょうもないことばっかり言うて。俺ちょっと待って、はいはいはい、質問、はい先生質問。はい、チリゲチリゲ。俺は怒られるところか今のは。チリチリ魂見せろよ。じゃあいいよ、やってるか。やるか。おい、見せてくれ。皆の者、青い洋服といえばジーパンでござる。よろしいな。大丈夫。では参るぞ。せーの。シュッ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 。青い洋服。シュッシュッ。じいじゃん。シュッシュッ。黒い動物。シュッシュッ。黒ひょう。シュッシュッ。緑の動物。シュッシュッ。カエル。シュッシュッ。緑の動物。シュッシュッ。カエル。シュッシュッ。黄色い動物。シュッシュッ。キリン。シュッシュッ。赤いヒーロー。シュッシュッ。赤レンジャー。シュッシュッ。赤い景色。シュッシュッ。夕焼け。シュッシュ。緑の昆虫。シュッシュ。バッタ。シュッシュ。赤い魚。シュッシュ。赤魚。ねえねえ。赤もね。金魚や。桃毛いっぱい抜けてるやん。嘘、俺短パンやのに言うたのに。
何言われたの？え？何言われてたの？吉住はあいつうるさいから黙らせろ。いや、お前ですよ。何が何のためにやってんだよ君たちは。仕事じゃ。大変お待たせいたしました。危ないです。中井ナイナイの日本一周完全版の放送が延期となり1ヶ月。勘弁してもらえないかな。がついにオオトカゲ大接近ゲーム2007。これまでお見せできなかった名場面が連発。あのシーンにもこのシーンにも秘密があった。勝負やっちゃう。さらに紅白最高。ついに封印が解かれる岡村サプライズの真相。出た。紅白の原型を変えるならもう踊らせないぞ。おい、ちょっと明確にしろ、本当に。知れんの、お前は。紅白のお楽しみに。今日はどうだった。実はテレビをあまり見ないという松島がお父さんにこんな爆弾を落としていた。うん、私でも今日すごいいっぱいお父さんに、うん、こんなに一生懸命ね、うん、やってもらったから、うん、お礼に私お父さんのモノマネ実はできるんです。お父さんのモノマネ松島さんが、ね、やってもらいましょう。去年の夏ぐらいにテレビを見てね、うんうん、このモノマネできると思ったんです。あ、本当？見せてほしいね。見てほしい。冒頭ですが、何十人コンビなんだな。お父さん、お母さん、めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見てよ、しょうがない。普段テレビ見ながら見たんだよ。見ちゃった、見ちゃった、見た、それはいかんね。見てた、見てた、見てた、これはね。何何何、僕はもうあれですよ、加藤さんが触れて冒頭からコンビ組んで何年かどうたらこうたら相方のなんたらとしても関係者があるし。内容覚えてないんだよ、内容覚えてないんだよ。どうたらこうたら、どうたらこうたら、どうたらこうたらで、どこまで自由なんだよ。冒頭ですが、これどこまで自由なんだよ。そんなも触れられたら俺商売上がったんだよ。なかなかそこまではね、せえへんけど。僕はでもちょっと、それやめて、それはもう二度と世に出さないでください。封印してください。影響的でしたよ。初めてした人のモノマネ。お前キラキラお風呂とかでやんなよ絶対。味締めたかも。絶対やめろよ。師匠食いつきますよ。続いてのニュースです。冒頭ですよ。